ひまりがモーツァルトのスミレについて解説します。スミレの歌詞ね、そう、おもろすぎるから聞いて。てかスミレの歌詞が面白いんだって、まず、うん、なんか最初I'm fine here now, the music is done って結構なんか明るい音色の時になんか一輪のスミレが草原に咲いてたんだよっていう風に歌う。それがあのまあなんていうの、まあ、物語でいう主人公ボク君、ボクイコールスミレで、ボク君はずっとスミレ、僕はスミレって言って歌う。なんか自己紹介から始まる。でそっからどこまでヨンゲシェフェリーミッドライトシルトマウンテンズって言って、あの可愛い羊飼いの女の子っていうので、スミレ君はその子がすごい好きで、あのまあ完全にあの分かりやすく言うと、羊飼いの女の子は陽キャで、スミレは超絶陰キャのあのオタクの男の子、もうメガネかけてるやつの子で、なんかで羊飼いの子がこっち走ってきたって、あー可愛いなーとか言って、僕あの子可愛いと思う、好きなんだよねみたいな感じで歌うので、そうだって言って曲調が変わるの。そこであのスミレくんが、あ僕がもしもっと綺麗な花だったらって言って、もなんかもう世界一美しいお花だったら彼女の目を引いてなんていうのこっちに来てくれるのにって言ってなんか歌ってくのよ。なんかそのでとか言ってなんかすごい、あもう15分だけでいいから、一瞬だけでいいからとか言いつつ、だんだんそっから15分でいいからとかでちょっと時間が伸びてくるんですよ。それからおもろすぎる、あー、あ、違った、あー、壁を二つ目ティエンコンって言って、あ、人次会の女の子やってきた、はっはっはっとか言ってスミレ君は喜び出すね。で、なんか、あ、来たよと思ったら、おにきていなー、たすぱいへんなーって言って、スミレのことなんて気にせずにそのまんま男の子はなんだっけ、ナソールメファイリエンって踏みつぶされたって踏みつぶされちゃうの。みたいな感じだよね。スミレ、スミレ、スミレ君踏みつぶされちゃう。なんかそこ劇的になるんだけど、そこから、フェッサーンコンチトーって言って、あの、そしてしおれて、生きて、死んでいくみたいな感じで、どんどん死んでて、あ、死んだのみたいな感じなの。歌詞が。そう、やば。死んでいくってなってくるね、本当に。そうで、もう日本語で歌おう、もう、やばい、いや日本語で歌ったらもうちょっと逆にちょっと厳粛な感じになっちゃう、うん、で、あの、で、死んでいって、で、ワッツプロイツヒノフって言って入ってくんだけど、そっからちょっと明るくなるんだよ、何かと思うじゃん。そしたら、でも、彼女に踏み潰されて死ぬならもう本望だとか言って急になんか割り切って、なんかオタクの鏡みたいになってる。そうそう、ストーピートストーピートクトゥーセードゥーセーすごい盛り上がって、そういうふうせんどんって言って、なんかそう、僕はあの子に踏み潰されて死ぬんだって言って、ギランって言われた。でそこで、あので、あのゲーテが書いたその元の詩はそこで終わりなのよ。なんか僕はもう彼女に踏まれて死ぬなら本望だって言って終わってくんだけど、そっからダサルメファイルヒンエスファライヘルツィクスファイルヒンっていうモーツァルトがつけた歌詞が新しく最後にあるのよ。だからあの楽譜とかにもカッコみたいなのが入って書いてある。でそれがあのモーツァルトのそうが詩を読んだ時の感想なのよ。それがかわいそうなスミレって言って終わってくるってそう、ダースアルメファイル編がかわいそう、哀れなスミレって言ってから、かわいそうなスミレって言ってから、なんか It's my right hand, it's my right hand って言って、もう最初の方にあったそれが一つのシリーズのスミレの物語、じゃんじゃんって終わってくる。えじゃない。